そう、ルー混ぜると美味しいらしいっていうのを聞いてやってます、よく。 そう、なんかまあキーマカレーもルー違う、でもルーは2かけしか入れないから、なんかもったいないっていうのはあるけどね、2個箱開けちゃったら。豆腐ハンバーガー作ったことない、私も初めて作った、めっちゃ美味しくできたから嬉しみ。最近しょこちゃんと同じもの食べてる、嬉しい、嬉しすぎ。よしぼうさん、四つ葉ありがとうございます。あとは最近ヨーグルトめちゃくちゃ食べてます。ヨーグルトに蜂蜜かけて食べることが多いんですけど、ヨーグルトにジャムを入れたりとかもある、ヨーグルトにジャム入れて食べる時もあるんですけど、今日バナナ入れました。バナナが思った以上に甘くて、蜂蜜かけないでよかったなって思った、めちゃくちゃ甘かった、バナナ、バネナ。バネナね、ヨーグルトめっちゃ美味しい、蜂蜜美味しいですよ。毎朝食べて、なんか結構デザートとして食べるかな。うん、カレーチャーハン作った、美味しそう、何それ。美味しそうすぎるんですけど、ヨーグルトにいちごジャム美味しいですよね。私もこの前やりました、ヨーグルトにいちごジャム、ブルーベリージャムも美味しいですよ。普通にブルーベリー入れる時もあるし、うん、美味しいですよね。ヨーグルトって砂糖みたいなやつ入ってないよね。あ、砂糖は入ってないやつかな。うん、なんか昔上に入ってたけどね、だいぶ昔に、あのこう上にかけるようなやつを、砂糖入ってたことあったけど、最近は入ってないね。ヨーグルトはそのまま、私甘いのが好きだからそうなのかもしれない。無糖に蜂蜜入れる、そう、粒大きいやつ、そうそうそう、おまけでつい、そう、そんな感じのやつ、なんか好みでかけれますよみたいな。ひろしさん、アイスありがとうございます。そうなんです、蜂蜜美味しいですよね。蜂蜜はもうハマったら止まらないですよ。毎日コーヒー飲まない。コーヒーはあんまり飲まない、ダルゴナコーヒー作る時ぐらいかな、コーヒー飲むのは。基本的にはあまり飲まないかな。ひろゆきさん、だるまー、ありがとう、だるま、ありがとうございます。カレーの隠し味、めっちゃ無難なのやっちゃうんだよな私いつも。隠し味とかじゃなくて、隠し味ってなんだろうね、だからチョコレートはもうもはや隠し味じゃない説ありません？砂糖とか入れると美味しいらしいですね、入れたことないかも。半袖、今は平気、今は平気です。朝がねすごい寒かった、うん、半袖だと。だけど今は平気だな、なんでだろう、ご飯食べたからかな。あと料理するとあったかくなりますよね、火使うから。ね、ヘイブンさん、バラありがとうございます。そろそろ、そろそろね、明日が雨で、明後日から晴れでしたっけ、明後日から晴れだから冷房つけてない。冷房つけたら寒くないですか、絶対。うん、カレーに隠し味入れると失敗する説、美味しくなるのもあるけどね。ウスターソース入れる、ソース入れる方さっきもいたね、ソース入れる方多いね。洗濯しなきゃ、絶対溜まってますよね洗濯。皆さんも明後日干せますので、皆さん。そう、ひまわりはまだ芽出てないな、今日で何日、3日目、ひまわりね。えソースは割とありなんだ、めっちゃ苦いチョコ入れるの？そうなの？
まもるさん初見ありがとうございます。指原莉乃さんがプロデュースをしてくださっているアイドルですよろしくお願いします。ヘイブンさんバラありがとうございます。カレーにリンゴはなんかありますよね、入れたことないけど乾燥機付きだからいつでもいいな、乾燥機付き。でも干した方がなんかポカポカなりそうねえ隠し味隠れずに表に出てくる、入れすぎってことわっちゃんさん初見初めましてありがとうございます。平畑さん尊いありがとうございますねえ、アップルパイ作った、いいな、美味しそう。アップルパイ、アップルパイいいですね。アップルパイ食べたくなってきちゃう。やっぱりこの配信は私も含め食べ物の話が多いねぐっさんこんばんは、ありがとうございます。平畑さん風呂敷ありがとうございます。今日餃子が夜ご飯だった、いいな、餃子、餃子食べたいもう何でも食べたくなっちゃうね、本当に本当に。あなたが降ってくるから嘘、今日は何が、なんでだっけ、今日はハンバーグを乗せたからか。はなちゃんも作ってくれたし。夜食何食べるか迷っております。夜食を食べようってもう予定されているんですね。夜食は、夜食はやっぱカップラーメンっていう感じ。夜食食べない、夜食はいつも食べない。ん、餃子はどうやって食べる、醤油にお酢かな、かな蓮根と豚肉炒め食べて、豚肉って美味しいですよね。私は今ささみがある、ささみ、私この前ささみなんか作ったけど何作ったんだっけ、ささみで、あ、ささみでシチュー作ったんだささみでシチュー作りました。意外と健康的、いろいろといろいろと健康的にしてます。ラー油はなしですね、いつも。別にもともと入ってるやつでもいいけど自分では入れないかな。ひろゆきさんだるま、ありがとうございます。ささみチーズフライ美味しいらしいですね、食べたことない、美味しそう、美味しそうですね。ひろゆきさんだるま、ありがとうございます。ヘルシー、そう、ヘルシーに、意外とヘルシーに、そう、ささみシチューもささみそうなんですいいですね、アスリート食だね。でもなんかこの期間は結構食べちゃうから、食べ物のことばっかり考えちゃうから、はい、気をつけないとな気をつけなければならないですね。あ、梅じそ挟むの美味しいよって、それはね、なんだっけな、なんか知ってる、お知らせします。イケメンありがとうございます。食べたことはないかも。肉巻きはある、肉巻きはあのしそに蜂蜜梅が美味しいんですよ。蜂蜜梅巻いて食べる、焼いて食べるそうなんですよね イケメンだそうです。イケメンがイケめっちゃイケメンって言われてる梅しそ美味しいですよね。今日コラボの YouTube 見ました、ありがとうございます。私も早く見たいな、ショールーム終わったら見ますラーメンなら何が好き、塩、塩か醤油が好きだなイケメンの顔見たい、イケメンです、こちらが、こちらがイケメンになりますラーメン、つけ麺、クロックイケメン味噌しか、
味噌あんまり食べないから食べたいな。めっちゃ惚れたとかイケメンとか来てる。面白い。壁についてない、なんかこういうこうロボットみたいな、違う、こういうこう、この子が今は午後9時1分だよ。4分遅れてる、もしかして。この子が教えてくれるんですよ、時間。4分遅れてましたね、今やばみ。そろそろ変えないとね。3から4分、本当に今4分だって5分でしたもんね、今。そろそろ変えないと、電池を。よいしょ、よいしょ。でもなんか時計もだんだんなんかこう針の時計も遅れてきたりするじゃないですか、それと一緒なのかなね。炭酸わかんない。多分そうだと思う。あんまり前回いつ書いたっけ、まゆかちゃんさなちゃんにプンプンらしい、なんで、なんで怒ってるの。よしくん本日誕生日です、おめでとうございます。ハッピーバースデー、おめでたきわき、ありがとうございます、誕生日に来てくださって嬉しみ。ハッピーバー、今日もパッツンにしました。ひろゆきさんだるま、ありがとうございます。最近はパッツンにしております。スマホ目覚ましで使ってます。携帯目覚ましとしてアラーム鳴ります。おめでたきわきってきて、おめでとうございます。ケンパチさんキュンキュン、ありがとうございます。パッツンいいですか。あと今日はゆるっとみつあみです。ゆるっとみつあみもういっぱい出てきちゃってるね。ポンポンってゆるっとやってみました。って感じです。レグルさんかわいい、ありがとうございます。三つ編み、三つ編み久々かもしれない、配信でやるの久々じゃないかな、こういうちゃんとした三つ編みは。編み込み三つ編みはなんかいつかやったかな、ショールームで。あのインスタとかツイッターには写真載せたりしてるけどね。ひろしさんアイス、ありがとうございます。JK 感、 JK っぽい、 JK 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 です。インスタの三つ編み、やった。今日のインスタ、今日ショールーム終わったら投稿するんですけど、今日の今日のインスタの投稿はクール系です。クール系にしました。よかったらいいねとかコメントとかお待ちしております。そう。ガリレオポーズ、ガリレオこういうポーズするの。 J、 英語の J、 K です。クールポコじゃない、男は黙ってじゃない。クール系です。あ、なーにーってきちゃってる。面白い、やっちまってないですよ。面白い。インスタって引用リツイートできる、ストーリーにシェアとかはできるかもしれない。うん、SNS がマメな人がちゃう、 SNS がマメじゃない。フレミング、こうですよね、こうですよ。 JK ウィッシュとかしよう、どっちかって言ったら。初稿って、松本さん初見ありがとうございます。シェアストーリーに共有とかかな、多分。実に面白い。ひろゆきさんかわいい、ありがとうございます。
メッシュ、メッシュ、ね、もうなんか面白い人ばっかりだね、面白み。コメントで笑っちゃう、しかも読まずに一人で笑っちゃう、どうしよう。なんかドゥ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 みたいな曲流れて、違うっけ、あれサナツンが、みなんかサナツンだっけ、なんか最近見てハマってるみたいに言ってたの、ガリレオだったっけ、合ってるかな。面白いね、インスタコメントしてる人って覚えてたりする、なんだろう、インスタってツイッターよりも名前が分かりにくいから、でもちゃんと読んでるって感じかな。ハルタンさんもなんかなんだっけ、ハルタン星人でやってますみたいなやつだったかな、見ました。そう、なんかはいこれが誰で、はいこれが誰でとはやってないんですけど、そうコメントは読んでますちゃんと。インスタね、インスタは ID だから、なんだろう、イコールラブって入ってる方がいたりとか、証拠って入ってる方がいたりとか、いろいろだったりとか。そうなので、まあアイコンとかでなんとなく分かったりはするかな。レグルさん、くもー、ありがとう、くまさん、ありがとうございます。そうそうです、インスタおしゃれ、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい嬉しい、アイコン全然違う、あでもわかる、車。あでも名前がね、名前がまんまだから。そう英語だからね、そうなんとなく分かったりする。そうです。使いこなせなくて困ってる、でもどうだろうね、つく、うん、ストーリー見えて投稿にハートとコメントができればもうだいぶ使いこなしてるんじゃないですかね。あとはストーリーとかかな、ストーリーあげるのかな、皆さんわかんない。ね、わかるよ、そうみんな英語だからね。そうストーリーはまあなんだろう、上にこういっぱい出てくるじゃないですか、丸が。きっとフォローしてる方々のやつが出てくると思うんですけど、それがこう周りが結構オレンジっぽくなったら、カラフルなのがついてたら更新したってことです、私が。ピッて開くと、その更新したやつが見れます。で、あこの前の見たいなってなったら左側の方の画面をタップすると戻れます。でもう早く次行きたいっていう方は右側をタップすれば次に行けます。あとは長押ししてると止まって見れます。文字がいっぱいある時とか全部読めない時とか、止まってこう長押しして止まって全部読めるたりかな。そんな感じかな、ストーリーは。あとはなんか投稿しましたよっていうやつは、なんだろう、投稿しましたよのこの画像をタップしていただいて投稿を見るっていう風に出てくるので、それをタップしていただけたら投稿に飛べます。私が新しく投稿したやつが見れますです。そんな感じ。ちょっと TikTok してよって、あれなんですよね、リモートとかでできたらいいんですけどね、リモートとかでできんのかな。 TikTok は本当に詳しくなくて、そうインスタも自分がやるようになって詳しくなったので、そうだからね、 TikTok なんかリモートとかできないのかな。イクラムの TikTok 鍵垢になってる、嘘、そうなの、本当に
ねえ、あの TikTok わかんないんだよねそう、まあ、更新したら見てほしいんですけど。おたけさん、ビギナーありがとうございます。これは飾りです、靴下飾りです。今日がラストです。3日間やってました、派手にしてましたそう、鍵になってないはずだよ。え、なってるの分かんない。シャコ単独でもいい。でもまあみんなのアカウントだからね、みんななんかメンバーとワイワイしたいですけどね。またなんか載せれる時があれば載せたいですけどね。うん、お酒かわいいってありがとうございます。まわりさん、髪の毛伸びたなって三つ編みすると本当に思う。頭こんなにちょん切れてるのに全然映んないもん、先までこんな感じそうです。ラスト靴下です。ラスト靴下、今日金曜だから。今日はショートケーキの日ですよね。上にいちごが乗ってるから会えなくなるんだね最後の配信で揺れる、ゴリッツ揺れる靴下と細い髪四つ編みはわかんない、四つ編みはやったことない、うん、四つ編み最後の晩さん、ありがとうございます。そう、三つ編みです。ラスト配信泣いたまあ履くのでね、これからこれから履いてきます靴下に髪があるんかって、揺れる靴下と細い髪。でもそしたらカーテンに髪の毛あるんかって言ってる感じだよね巻きハーフツイン、またやりますね。なんかライブとかでねやるならやりたいですね。そろそろ髪で靴下編めそう。やば、履こうと思わないかな YouTube 見たけど、サナツンの記憶がおばあちゃんになっていないか心配です。なんかあったっけ、なんか忘れてたみたいなのありましたっけどこだっけ、わかんない。一回見たんですけど思い出せない結構持ちこたえた、落ちずに済んだ。うん、いい感じ。めっちゃ揺らしてる今となっては。もう一回見せれたからいいやっていう感じ。そう、エコラボ本当沼すぎてどうしよう。みんな可愛いってありがとうございます、嬉しい。ズブズブと沼にはまってください握手会の時靴下に目に行きそう靴、この靴下履いてるかどうかは分かんないですよ皆さん明日はわさびです。明日はこれって君に決めたって感じあー、ダンスの間違いが多いメンバー。あーなるほどね。まあまだ何とは言わないので皆さん YouTube 見てください何とは言わないのでYouTube 見てください。そういう質問があったって感じですかね。あ、インスタに靴下がいつか上がるかもしれないですね。いつか。靴下なんで揺れてるの、こうやってやったから。そう。毎回怒ってた？前、ああ、なるほどね。なるほどね、分かった。理解靴下映えです、靴下映え面白い。インスタ映えスポットになるかな、ここ。
インスタに分かんない、履くは履くけどインスタに載せるかは分かりませんそう、この靴下の映える、あんまりでも靴下脱ぐときなくないですか、あ、もう靴下、靴を脱ぐときってあんまなくないですか、なんかいつ変わるかな、まあお家とかは分かるけど人前で靴下脱ぐときなんて、間違えた、靴脱ぐときなんてなくないですか。チョコちゃんの靴下背景でズームした、あ、じゃあズームってあれですよね、バーチャル背景できるんですよね、だからあのやってください、あのツイッターに載ってるのでこの背景なのでよかったら、はい、背景にしてみてください面白い、面白みですね。靴下屋さん、本日はパンダのパレードチョコレートを入荷しました。あー見れない、結局最後まで見れないで終わったね撮っちゃえばいいかな、よいしょ、簡単に撮れるはず、よいしょ、ああ簡単に撮れなかった、あんまりちゃんと頑丈についてた、はい、あ見えない、あポキって言ったはい、あテープ止めてないからクルンってなっちゃう、こんな感じ、パンダのプレート、プレートじゃない、パンダのパレードチョコレートです。かわいい。裏にはパンダさんがついてます。こんな感じ。あ、オンライン授業のバーチャル背景はすごいですね。あ、オンライン授業はズームでやってるんだ。パンダさん。チョコレートきっと美味しいそう、これ履きますよ、もちろん靴下なので黒さん、バラありがとうございます、そうです、こうやって靴下増えないです、そう、こうやってねいっぱい貼ってます汚れてきたら普通のクマになります、面白すぎ面白すぎ、全部黒くなっちゃって、そんな汚れる。ひろゆきさん、だるま、ありがとうございます。お偉いさんとズームするときに靴下背景にするので、ぜひ、ぜひその時はスクショで、あのリプで送ってください。オンライン授業でバーチャル背景にして怒られた。怒られちゃうの？怒られちゃうんだ。なんか変なやつとかにしたのかな？わかんない。靴下だったら怒られちゃうかもしれないね。プリンは汚れたら茶碗蒸しって面白い悪足会、何それ、足同士で足を握る会やばすぎそれはやばすぎ、ショールームバーチャル背景できればいいのにって、こうやって、でもショールームはまあね、私はバーチャルにしない気がする貼ったりしてるからねフフ、平本さん、タコありがとうございます、あ室内干しで乗り切れますね、室内干しなのですっつって、そう、絶対触れない、絶対触れないやつですねレグルスさん、クモ、ありがとう、クマさんありがとうございます、ひろゆきさん、だるま、村瀬さん、キュンキュンありがとうございます、こんばんは、ディバさんこんばんは、ゼロさんこんばんは、フルありがとうございます、チュ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 ルチュルチュチュルチュ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 ルチュルチュ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 、西和さんかわいい、ありがとうございます、かわいみ、うれっぴみ、うれしみありがとうございます、本日の沼、歌ってる、また歌って、なんか変えたいな、そしたらテーマソング私のテーマソングになっちゃってる、ひろゆきさん、音符ありがとうございます、一番左お茶です、お茶テーマソングなんかないかな、次こうやってずっと歌ってられるやつ、歌詞じゃなくてね、
チュルル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 チュ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 ルルルチュ。でもこれはなんか歌詞と一緒だな。難しいね。一番右は練乳練乳です。僕クリのイントロ、チャチャチャラチャチャチャララチャチャラチャチャチャララララチャ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 。難しいね、短いかな絶対こうやって言っても沼になっちゃうんですよね、ずっと沼でやってきたから。髪型かわよきです、ありがとうございます、ありがとうございます船、船はどこだろう。じゃ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 、難しい。じゃ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 、むずいな。じゃじゃ、おい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 って言っちゃうな。おばあちゃん、チャララチャララ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 難しいね。おい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 、ここからおいおいしか言ってない。おいおい、おばちゃんじわる面白いね。でも結局多分ずる、あ、ずるずるじゃないや、沼になりそう。はい、せーの、おい、妙本助け達成闘技状況ひろゆきさん音符ありがとうございます結局おいおいになっちゃう。そう、おいおい船もおいおいになっちゃう。じゃじゃん、おいおいひろゆきさんタコありがとうございます。それではそろそろ終わろうかなと思います。今日はいっぱいコメント読めたかな おいおい、そう、おいおいすぐ言う、ライブ中にも言ってるからさ。オーバーチュアも裏でおいおい言ってるんですよね。そう、たくさん読んだ、読みましたゆぶさん楽しかったって、よかった、ありがとうございます。こちらこそ、こうやってやってる時なんか大体いつも沼はタッ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 って言っちゃうけど、そこがおいおいだと意味わかんない初見だけど楽しかった、ありがとう、ありがとうございます。おたけさんありがとうございます。嬉しい、よかった、楽しんでいただけて。すみさんさよならって、ありがとうございます。じゃあ犯人だったらランキング読んで終わろうと思います。今日は短めなんですけど、ギュギュッとコメントずっと読んでる感じかな。このあと、お知らせだ。まずは何から言えばいいかな。まずは、メンバー全員出てる YouTube が今日公開されたので、よかったら見てください。よろしくお願いします。今回は、全員一致するまで帰れまラブです。よかったら見てください。そして、メンバーリレーブログが、今回私が更新させていただきました。ぜひ皆さんリレーブログ、ブログだからめっちゃ文章が長いんですよ。でも写真もついてるし、あのツイッターでは書けないような長さだけど、まあ読みやすく書いたつもりです、私の中ではなのでよかったら見てください。私の中でちょっとあって思ったのが、一番最後の名前のところがなんか最後右下につけたいなって思ってて、めっちゃスペース空けてたらイコールラブ滝脇翔こうってなっちゃったのがちょっと悲しいですミスです。だけどよかったら読んでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。後でツイートもしますそれは悲しい、本当に悲しい。そう、4月から、そのブログを書いた日
今日書いたわけじゃないんですけど、ブログを書いた日までの料理を全部じゃないんですけど載せてるので、載せたりしてます。よかったら見てください思った、それ思った。なんか自分がこう更新ってやってるわけじゃなくて、そうだから修正できないんですけど、そう。あとはミスかわいい、恥ずかしい初見です。手遅れ講習めっちゃいい曲ですよね。ありがとうございます。ございますだってございます。しゅんさん初見ありがとうございます。タキシードサムだそうなんです。あ、今日誕生日、元宮さんおめでとうございます。本日2人目お誕生日ありがとうございます。来てくださってハッピーバースデーおめでとうございます。おめでたきわき。そうなので、よかったらリレーブログも読んでいただけたら嬉しいなと思います。そしてこの後ショールーム終わったらツイートするので、よかったら、あ、インスタ投稿するのでよかったら見てください。今回はクール系になっておりますので、見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いしますツイッターも更新するので、先にインスタを更新します。その後、あとは今日提出しなきゃいけないものがあったりするので、それを急いでパパパパって途中まで やってるのでね、やってやりたいと思いますので、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ということで3187人の皆さん、今日はちょっと短かったんですけどね、ありがとうございます。来てくださってありがとうございました、たくさんのコメントありがとうございます。今日いっぱい読めたかなと思って嬉しいです。そしてたくさんの星投げ、たくさんのギフトありがとうございました。また見に来ていただけたら嬉しいなと思います。ということで終わりたいと思います。課題頑張る、頑張ってくださいありがとうございました。ランキング読むんだ忘れてた。ランキング読みます。13位今もももまさん、12位今せんさん、11位ゆきだんごさん、10位たけちゃさん、9位ももきゅんさん、8位くろさん、7位メリナさん、6位カープさん、5位レグルスさん、4位ひろしさん、3位みやひろさん、2位よしぼうさん、1位はもじさんです。ありがとうございます。2列目きよふみさん、ふうかさん、かきふさん、フィズニャンさん、ねねさん、おうつさん、まるせいゆさん、なおぴーさん、ささパンダさん、まっつさん、ゆうきさん、こそらちゃん、ペンタさん、ファインゴールさん、たかいちさん、めんたいじゅうさん、合ってるかな、コロジーさん、もたさん、リゼンザさん、やまにゃんさん、チャリヘイさん、あおちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで1時間だったんですけど、見に来てくださった皆さんありがとうございました。本日はちょっとメイクのね、アイメイクの色をちょっと変えました。今日はそしてゆるツイン、ゆる三つ編みでした。イエーイ、また見に来てくださったら嬉しいなと思います。ありがとうございました。この後すぐインスタ更新するので、よかったら見てください。感謝ありがとうございました。おやすみなさい。金曜日ですね、今日は。お疲れ様でした。1週間。土日お休みの方、ゆっくり休んでください。ありがとうございました。バイバイ。